うございます。ほら、あれちゃんと譜面あるでしょ。じゃあドラムの先生にマイク変わりましょうかね。はい、はい、金沢です。はい、どうも金沢沙織です。フラムの方にはサオリンゴスターって書いてます。気軽にサオリンゴって呼んでください。今日はドラムの生徒さんが一人、出演するんですけれども、前回8月の、発表会にも出演してもらいました、小泉たまきちゃんはですね、なんと小学校6年生です。すごくないですか。私の生徒さん、小学校2年生から前で教えて、今一番下の子で3年生の子がいるんですけど、小学生でもね、ドラムを叩けるとジャズも叩けますので、ぜひ叩きたい方は挙げてください。というわけで、準備は OK でしょうか。はい、それでは小泉たまきちゃんの演奏でオレをお送りします。
ありがとうございました。お父さん、小泉玉城さんのお母さん前回出ていただいたんですよ、ピアノで。今回はお父さんがベースで出演いたします。じゃあベースの先生にマイクをバトンタッチしたいと思います、はい、ちょっとじゃあ接近する、はい、あ、大丈夫かな、はい、ちょっと今楽器の受け渡しがありますので、すごくないですか。あのリハーサルの時にお母さんピアノ弾いてもらって、お父さんベースで玉城さんドラムでセッションをしてもらいました。私たちが観客でした。豪華ですよね。すごい楽しみですよね、将来。はい、それでは田中先生にバトンタッチしたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ベース講師の田中です。先ほどね、玉城ちゃん、娘さんがこう素晴らしい素晴らしい演奏をしていただきました。さあパパはどうでしょうか。パパの意地にかけても、はい、あの今後の家庭のね、ポジションが決まってきますね。あ、もう変わってますもん。はい、では序列どれぐらいなんですか。3番目です。3番目、3人構成の3番目。じゃあ今日の演奏ぜひともね、その順位をちょっとグイッとあの差を縮めていただくところからまず、はい、やっていただけたらなと思います。ね、こういう感じでまさき再生ジャズ、スクール、家族皆さんでの参加を お待ちしておりますので、はい、ぜひぜひどしどしご応募ください。では、いきましょうか、はい、曲目は、The Days of Wine and Rose、 酒とバラの日々です。あ、ワン、ツー、スリー、フォー。
皆様大変失礼いたしました。